第1話、じゃじゃん、これ。こんにちは、ヘアメイク職人バケコです。今日は最近のバケコ推しコスメランキング5やっていきたいと思います。このチャンネルでは40代50代以上の悩みをヘアメイクで解決しています。チャンネル登録よろしくお願いします。最近の私の推しコスメをちょっとご紹介させていただきたいなと思います。まず第5位、じゃじゃーん、こちらでございます。ケセランパサランアンダーアイブライトナー、はい、こちらですね。ちょっと中オープン、あ、ちょっともう使ってる、もう結構使ってるっていうのがよくわかる。はい、オレンジと黄色の対のこのコンシーラーですね。これがね、やっぱね、色素沈着さんとか、あと乾パンとかにも結構使いやすい。うん、特に色素沈着は結構これはね使いやすいですよ。タルミグマなんかも割と使えるかな。あの黄色とオレンジのセットなんで色の調節もしやすいし、あのあんまりこう何て言うんですか、乾燥しづらいので、そういう意味でも乾燥したこの目元の周りとかにも使いやすいあのコンシーラーかなと思います。しっかり色もあのついているので、あの色でカバーできるから薄くてもいけるっていう感じです。なので結構これは良かったなと思います。はい、第4位、じゃじゃん、こちらファシオパーマネントカールマスカラハイブリッドボリュームタイプです。ちょっと開けてみましょうか。こんな感じ。これはですね、実は LDK という雑誌、ガチ検証雑誌ですね。何の広告費もいただかないで、本当にガチ検証する、もう本音だけの検証雑誌っていうのがございまして、そちらの方でですね取材を受けました。そちらで、LDK でナンバーワンになったマスカラですね。結構カールキープでボリュームも結構出て使いやすいということで、ランキング1位だったやつを、実はね取材を受けた時に初めて使わせていただいたんですよ。ボリュームが出るんだけどベタっとつく感じじゃなくて、割とこうセパレートできてばらける、このブラシがね細かいんですよ。毛がねすごい細かくて、割とセパレートしやすくて、綺麗につきます。はい、でカールキープなので下がりやすい人とかはすごく使いやすいんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらを第4位に私選ばせていただきました。 LDK さん、いいものを教えてくれてありがとう。うん、良かったですね。はい、第3位、こちらです。コスメデコルテ AQ スキンフォルミングリキッドファンデーション。はい、私結構ファンデーションに関しては混合肌さん用、乾燥肌さん用って言って分けることって多いと思うんですよ。だけどこれだけは実はタカコさんも私も好きだった。はい、これちょっと不思議なんだろうね。タカコさんが言うには初めての感覚って言ってました。フィットするっていうのってこういう感じなんだっていうのが初めて分かったって言ってたんですよ。だけど軽くて突っ張る感じがなくて、私これ好きって言ってたんですよ。突っ張る感じがなくて保湿効果も高い感じです。はい、私もすごい好きなんですよ。うん、ということでこちらを第3位に選ばせていただきました。はい、第2位、じゃん、プチプラです。キャンメイククリーミータッチアイライナー07あずきブラウン。このあずきブラウンの色が絶妙、私はすごく好き。なぜかというとブラウンとも違う、少しやっぱあずき色なんで適度にこうくすみを飛ばしてくれるような
目元のねくすみを飛ばしてくれるような効果もある色でありながら締め色にもなるんですよ。なのであのはっきりあのしぼんできた目にはっきりつけることができるし、色は最高、うん、でまあね、にじみやすい人はちょっとにじんじゃうかもしれない。まあコツとしてはね、あんまり芯を出さないこと。細い芯なので、これ結構ね細いんですよ、芯が。これ出すとまたあれなんですけど、ちょっとわかるかな、はい、芯が結構細いので、で一回出すとねもうこれ下がんないのだからね、もうちょっと今ケチってちょっとしか出しませんでした。はい、下がらないので、これねあんまり出しすぎるとポキッと折れちゃうので、細いからそこだけ気をつけてくださいね。はい、こちら第2位です。はい、そして第1位、みんなわかるかな、きっともうね、多分私のインスタをフォローしている人はきっともう絶対1位はあれでしょ、わかるよバケコさん、もうずっとあれ使ってるもんっていうのがわかるはず。第1位はじゃじゃん、これ3ブロウンアウェイブラッシュデュオ01番。はい、これね他の色もね多分可愛いんだけど、これこの色ねすごい可愛い。見て見て、ちょっとわかるかな、ちょっと青みのある青みピンクにオレンジベージュのツインなんですよ。でこちらのピンクがクリームタイプで、こちらはパウダータイプなんですよ。このピンクで仕込んでおいて、でこちらのオレンジベージュオレンジをつけることで、ブルベさんでもイエベさんでもちょうどいい具合に溶け込んでくれる。でやっぱこの青みピンクがちょっとくすみを飛ばしてくれる色なんですね。つけた瞬間はちょっと白っぽい、白ピンクだなって思ったりもするんですけど、これを上からかけることでちょうどこう肌に馴染んでくれるんですよ、この白っぽいピンクが、うん、なのでこれ絶妙ですね。結構好きです。可愛くなるの、可愛いの、可愛い、可愛い、可愛いのよ。ということでこちらを第1位にさせていただきました。はい、私こういう本も出させていただいております。はい、バケ活、老けたからこそ、老け顔に悩んでいるからこそのメソッドをちょっとギュッとまとめた一冊になっておりますので、ぜひ、そういうことが気になっている方はお手に取っていただけたら幸いです。ということでぜひ参考にしてみてください。ではバイバーイ。チャンネル登録。